はいどうもこんにちは、ガロです。8月のシンデレラ9やっていきましょう。ということで、今日はですね、アニメの11話の方のね再放送がありましたんで、でそちらのね、視聴が終わって、いつも通りね、振り返り語りの方をね、簡単にやっていこうかなと思います。はい、ではね、前回の10話は、光月のね、まあ、3軍と練習試合をして、まあ、勝ったというところでね、終わったわけなんですけども、まあ11話の方では、時が進んで、大会前日に、まあ、前乗りでね、その一泊をするっていうところからね、始まるんですけども、でね、まあね、その前日になってもね、まだトーナメントの1回戦っていうのがね、まあ、決まっていなくて、で、まあ、その宿泊場所にね、その到着したところでね、まあ、連絡というか、まあ、通知が来て、で、まあ、1回戦がね、なんとね、成城高校ですね。はい、まあ、4話ぐらいだっけかな、うん、4話ぐらいの方で、まあ、成城と練習試合をした時には、まあ、ボロ負けをしたっていうね、感じだったんですけど、その、相手とね、まさかの再戦するというような感じですね。はい、でね、まあね、成城もね、そのしかもね、宿泊場所が同じで、で、まあ、同じね、その空間で食事をしたりとかね、まあ、非常にね、なんかシュールな感じではありますけど、なんかいいなっていうふうには、思って見てました。うん、まあね、割とね、そのなんか、ゲーム内のでもなんか成城を関連のね、そのイベントがね結構あったりだとか、キャラが出てきたりとか、なんか意外とそういう成城となんか馴染みがあるなっていうね印象があって、まあそこまでなんか違和感はなかったかなっていう感じはあったんですよね。うん、はい、で、まあね、その場もね、まあ、緊張してみんな寝れないみたいな感じの描写とかもあったりしつつで、はい、で翌日がにね、まあ、開会式があって、でその後、第一試合なので、まあ里ヶ浜と、はい、成城が、まあ、第一試合なので、まあその初戦の、模様が、描かれているというような感じでね、初回はね里ヶ浜の先行というところで、でまあ先頭のね、その中野ちゃんがね、そのまあ空振り三振するわけなんですね。うん、まあ神宮寺さん自身もね、そのまあストレートがねだいぶいいというね、牧野ちゃんも判断したというところで、まあストレート中心に、やっていこうみたいな感じになってたんですけど、まあそれでね、中野ちゃんが、まあバットに当てられずというような感じで、はい、打てずに、まあ三振に倒れたよっていう感じですね。はい、でその次のね、バッターの葵ちゃんがね、まあセーフティーバントをして、でまあ出塁していくわけなんですけど、まあね、一応アウトにはできたような感じではあるんですけど、まあサードのね、このね送球ミスで、うん、まあちょっと高く上がりすぎちゃって、でファーストの子が、まあジャンプしてキャッチしないといけない状態だったので、まあベースを踏んでいなくて、それでまあセーフ、葵ちゃんがセーフっていう感じになって、まあ出塁したと。はい、でまあね、それでね、その次の打席で翼ちゃんなんですけど、まあ高くね、その打ち上げちゃったんですけど、まあ明らかにねアウトにできる、感じではあったんですけど、まあちょっと落下地点にね、まあ2人入っちゃって、まあその関係で取れずに、まあ落としちゃって、でまあポテンヒットみたいな感じですね。はい、まあそんな感じで、まあまあヒットにはなったというような感じ。はい、でワンアウトでランナー、が2人いるような状況、うん、でそれでね4番の篠雲ちゃんがね、まあ宇宙間に、抜けて、うん、打って宇宙間に抜けて、で葵ちゃんがね、まあいいスライディングをして、でホームに、生還するわけなんですね。はい、でまあそれで先制を取ったというところ、1対0で、うん、まあそうですね、ランナーを返すことができて、よかったと思います。うん、でねその後のねつくもパイセンはね、まあ高く打ち上げちゃって、でこれアウトになっちゃうわけなんですけども、まあね先制を取れたというところ。はい、で成城のね、次1回裏の成城の攻撃はですね、
まあ、先頭打者をね、その青い、ここでもね、その葵ちゃんの、ナイスプレーがあって、で、ワンアウトになった感じなんですけど、僕ね、この守備のね、葵ちゃんね、めっちゃ好きなんですよね。めっちゃかっけえな、というふうに、見てたわけなんですよ。11話の、ていうか、葵ちゃんのシーンの中で多分出てきたね、なんかいろんな描写があるんですけど、多分これが一番好きですね。うん。まあまあまあ、まあ里崎さんもねこれ褒めてましたね、副音声版で、うん、うまいみたいな感じで、うん、うまいでしょう。はい、でもう1回の攻撃でね、絶妙なセーフティーバントをして成功して、でまあ守備面でもね活躍してくれるというような感じ。はい、でね、その次の打者もサードゴロで、アウトにして、でまあチェンジになった描写ですね。うん、まあ普通の流れでいくと2アウトなんですけど、うん、まあどっかで一応どっかで1アウト取った、体なんですかね。うん、まあそれでねチェンジになって、でまあねその次の2回目の攻撃で、まあ先頭の野崎ちゃんがまあいい、まあた、まあ、フォアボールで、出塁して、うん、いい選球眼だなという感じでした。うん、でその続くね、その岩城ちゃんがね、まあ、空振り、まあ、フルスイングで空振り三振 になっちゃうんですけど、これね副音声版の里崎さんもね柳田張りのフルスイングってね、なんかねすごい褒めてましたね、その辺ね。うん、柳田選手と並べられちゃうっていう面白いですね、それがそれで。うん、まあね、そうですね、それで、まあまあ鈴若ちゃんがねその次の打席でね、セーフティーバントでね、また出塁をするわけなんですね。うん、まあ普通だったらねアウトに、なるところなんですけど、神宮寺さんがねその、まあ、ファーストに投げずにセカンドへ、まあ投げちゃって、でそれが間に合わず、でそのセカンドの子も、ファーストへ確か投げたんですけど、まあ、それも間に合わずで、まあ、ランナーを2人、出しちゃうっていうような、感じで、まあまあ、一応ミスかなっていう感じですよね。うん、ファーストへ投げるところを、セカンドに投げてしまったっていうところですね。うん、まあまあまあ、それでねその鈴若ちゃんがね私人生で初めて塁に立ったっていうようなところで、すごい良かったなっていうふうに思いました。うん、まあ、里崎さんもねその辺ね、褒めてましたね。うん、まあ、セーフティーバントそういう不意をつく、ことをしたから、まあ、そういうチャンスを、生み出せたとか、まあ、そんな感じで言ってたような気がするんですけど、うん、まあまあまあそんな感じで、まあ、鈴若ちゃんも塁に出てもうピンチの状況、うん、1点先制されてるしで、うん、でね神宮寺さんがねそれでほっぺたをね、まあ、自分で叩いて、で、まあ、気合をねもう入れ直すというようなところで、中野ちゃんはねフォアボールで、まあ、出しちゃったんですけど、でその次のねその葵ちゃんが、まあねその見逃し三振に、打ち取って、で次の翼ちゃんもね、まあアウトで、チェンジっていうような感じで、まあ、ピンチを招くも、まあ、無失点かな、2回は無失点で終えるというようなところで、その2回目の攻撃でね神宮寺さんがね、まあ、狙い球をね、絞るっていう、絞りましょうみたいな感じで、まあ、みんなに言ってね、うん、でね、敵もねその、まあ、敵っていうか神宮寺さんの、正常ですね、ライト前のねヒットでね、まあ、ツーベースヒットになるわけなんですけども、その前にね鈴若ちゃんが長打の警戒で、で、まあ、外野をね後ろに下げたんですよ。うん、なもんで、まあ、それで、まあ、送球が遅れたのかなっていう感じですよね。うん、二塁まで進まれちゃったんで、はい、でその続くね神宮寺さんも、まあ、出塁していって、でまあね次のねその打者で鈴若ちゃんがねもう山張ってんじゃねえかっていうことに、まあ、気づくわけなんですけども、それでね、まあ、打たれちゃって、またその打者にも打たれちゃって、でまあねそのアウト一つ取ることを優先して、で野崎ちゃんにはねファースト、ベースを踏むことを、指示して、でまあね1対1の同点になっちゃったんですけども、まあねそこで、まあ、11話が終了みたいな感じで、まあ、次の試合展開はどうなるんだっていうところで、いい感じのところで、終わりましたね。はい、でまあね今回はねそのまあ正常とのね試合でね公式戦、
という形で、まあ、戦ったわけなんですけども、非常にね、まあ、最初のね方の流れはね里ヶ浜の方に、まあ、来ているような感じでしたね。うん、まあ初回の攻撃であったり、その初回のあの守備であったりだとか、うん、もう先ほども言った通り、僕は葵ちゃんの守備がねすごいかっこよくて好きですはい、まあそんな感じでもう流れを来てたんですけど、その神宮寺さんがねその流れを断ち切ったというようなところ、うん、まあこれ里崎さんも言ってたんですけど、そういうまあいいピッチャーをね、ピンチに強いみたいな感じに言ってて、でダルビッシュ選手だとか、あの松坂さんだとか、をねその引き合いに出されていて、なんか一緒にされてるのがなんかね良かったと思います。うん、ダルビッシュ選手と一緒にされちゃうんだみたいな、はい、なんか嬉しい感じがありましたね。はい、神宮寺さんもね僕もね全然好きなので、はい、良かったです。うん、まあそれでね、まあその流れを断ち切ってからの、1点、同点タイムリーを、打つことができてね、まあさすがな神宮寺さんが、流れを作ったなっていう感じは、あります。うん、まあ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 次のねその12話の展開はどんな感じなのかもね、分かってるんですけども、まあ非常にね熱い展開、いい展開なのかな、試合としては面白い展開なのかなっていうふうには思った回でございました。はい、ではね、エロショットの方ですね、これはね、あります2枚あるかな。はい、でまず1枚目の方が、まあ神宮寺さんのこれね、はい、でこれね、大会前日でみんなで、ね、その食事をしているところですね。はい、でその離れたところで神宮寺さんがいる、ような状態なんですけども、座っててなんですけど、このカットを見るともう左手のね、ちょっとね股の間に左手がねその入ってるように、見えるんですけど、ほんとねもうこういう感じでね、もうこういうアングルで女性がねその股の間に手をね添えるのはねちょっとねいかがわしいですねはい、だもんでもう僕はねそういう風に見えてしまうというような感じですこれは多分僕だけかな。はい、で2枚目の、方はこちらのしのぐもちゃんですね。うん、まあこれも同様大会前日の、まあ寝るところですね。うん、寝るところで、まあ、翼ちゃんがね今までついてきてくれてありがとう的なことを、言って、それをみんなが聞いているシーンのそのしのぐもちゃんなんですけど、なんかさこのしのぐもちゃんやけに、谷間がはっきりしてないかみたいなでしかもでかく見えますよね。うん、いやここまでねはっきりしてるっていうキャラも描写もなかったですし、今まで。うん、それでそれにしのぐもちゃん自身もそんなにね大きくはないんですよね。うん、大きくはないんですけど、こうやってはっきりしているところを見るとやっぱりちょっとエッチいなっていうふうに、思いました僕は。はい、で他にもね微妙にね、あったんですけど、まあ別にうん、そうでもないかなっていうふうに思っちゃって、うん、まあとりあえずこの2枚だけ、ピックアップしたような感じです。はい、で、まあ、次の回はねもうね試合の続きからっていう感じなので、まあちょっとあるかどうか分かりませんけどね。うん、まあねあればまたね紹介していきますけども、本来であれば、次が最終回っていう感じにはなるんですけど、今回はね、まあ、13話があるっていうところで、まあね最終回ではないというような感じですね。はい、刻々とねもうね13話もすぐそばで、ございます。もうねまあ、次の回も楽しみですし、そのねもう誰もがまだ見ていない、13話を見るのはねもう一番の楽しみなので、まあ、そのね、13話をね、楽しみにしていこうかなと思います。はい、ということで今日はこんな感じで締めたいと思います。バイバイ。